今年のプロ野球のドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスから4位指名を受けた大島高校3年の大野和男投手にも漢字を書いてもらいました。甲子園も経験させてもらって、野球を通して自分の飛躍になる1年だったなというふうに振り返って、飛ぶという字にしました。来月上旬には新人合同自主トレに臨む大野投手、新しい年にさらなる飛躍を誓いました。がむしゃらに一日一日野球に取り組んで、まずはしっかりと体作りをして、で毎日組んで活躍できるようにして、ホークスのエースは大野だっていうふうに言われるような投手になりたいです。